はい、こんにちは、トールと申します。アニメスキップとローファーの1話を視聴しましたので、今回は最初に作品の軽い紹介、次に1話視聴後の全体的な感想、最後にですね、注目点とか好きだったポイントについて共有してみたいと思います。このチャンネルではアニメ本編から作品の面白さの共有だとか、楽しんでる作品をね、より楽しむための深掘りなんかを行っていこうと思ってますので、よろしければお付き合いください。それではまず軽く作品紹介しておきましょう。スキップとローファーは青春学園もののアニメで、原作はですね、アフターヌーンで連載されている、高松美咲先生の、ね、漫画になります。制作は PA ワークスさんなんですけど、こちら、まあ、漫画に関しては電子版が今期間限定無料セールみたいになっていたりだとか、まあ、アマプラに入っている人は Kindle 無料で読めたり、していますので、もしかしたらこう一巻ね、漫画から入るのもありかなと思います。一応ね、リンクを、貼っておこうかなと思いますし、またですね、アニメの1話に関してもですね、一応まあ配信独占みたいになっては、独占じゃないか、先行独占みたいになってるんですけど、1話に関しては配信サービスね、されていますので、こちらもねリンク貼っときますので、まだこう作品に触れてないよっていう方はね、どちらかからでもですね入ってみてはいかがでしょうかってね、紹介をしておきます。で、1話見てみての自分のね感想としましては、まああまりネタバレを言わずにね、言うなら、この物語っていうのは、まあ石川県のね端っこから東京にやってきた岩倉光美さんのスクールライフが描かれる、そういうものになってたんですけど、1話ね、本当にその主要人物の2人っていうところにものすごくフォーカスしてですね、でも動きがあってめちゃくちゃ楽しくてでワクワク感、ワクワクですね、まあ、新学期が始まるワクワク感っていうところも伝わってくるっていう意味で、最初から最後までめちゃくちゃ面白かったんですよね。で、まあ、後から細かく、その部分的にね、話をしたいなと思うんですけど、全体的にね、キャラクターたちは等身大でね、愛嬌があるのよ。なんかね、この二人を応援したくなってくる、形でですね、これ、ちょっと見たらわかるんですけど、主人公の女の子ね、みつみさんの、その、顔がですね、あんまり、その、女の子主人公感してないというか、でこれすごくシンプルな、まあ、いわゆるモブ顔的なね、顔だと思うんですけどね、このね三美さんね、モブ顔であるがゆえにね、すんごいアニメーションにした時の表情の変化見てて楽しいのよね。一回知らん、わからん人は、あの YouTube にオープニングね、ノンクレジット上がってるんで見てみたらいいと思うんですけど、あの三美さんのね表情の変化っていうのが、言ったら少女漫画的なキラキラしたお目々のその主人公って、そのぐるんぐるん動いてきた時にその整合性が取りにくくなるわけですよ、でもこの三美さんの表情変化っていうのは、そのどういう表情変化もめちゃくちゃ微細にね、描けるからこそ見ていてすごく楽しくてね、なんかめちゃくちゃこれアニメ映えする主人公だったんだなって、いやこんなにシンプルな顔してんのにねこんなにシンプルな顔してんのに、この子のね表情だけでもねめちゃくちゃ良くて、それが演技にもしっかり、マッチしていたなっていう印象にはなりますので、これ漫画知っててもアニメ楽しいんじゃないと個人的に思いました。まあ、僕はねアニメ視点で語っていこうかなというふうに、思ってはいるんですけど、これはねなんかその、あ、そっか、こんなシンプルな顔やのに、でもだからこそアニメ映えするんだなっていうね、新しい発見がありましたね。で、他にもその元の話が面白いのは当然だと思いますし、映像として綺麗なのもそうなんだけど、まあちょっとした演出とかも細かい描写でね、掘り下げていくのもね楽しい要素になってます。ね、ちょっとね甘くないリアリティの描き方っていうところがね、すごくそのさりげなく置かれてるんだけど、あ、これちょっとピリッとくるよねっていうね、部分もありました。ね、ここも後で見ていきたいなというふうには思うんですけど、まあ、とにかく自分としてはそのスクールものとしてはね、大体僕1話見たらスクールものは満足しちゃうんですけど、1話で2人をしっかり描いただけなのに、まあ具体的に描いたのはまあ三つ美だけなのにね、しっかり次を見させたいと思わせる流れ、あの面白いと楽しいと可愛いの3つが見事にね、まあその折り重なっていたなというふうに感じましたので、はい、紹介させていただきました。まだね作品触れてない方はね、ぜひね、どれかで触れていただいてからね、一緒に感想を共有していただければと思います。はい、そんな感じでね、ここからはまあ視聴後の感想にね、行っていきたいと思います。ではまずポイントごとに話をしていきたいんですけど、まあなんといっても今回は岩倉光美さんのまあ紹介会ですよね、1話ですから主人公の、
まあ、朝に始まって朝で終わる、そういう構成になってたと思います。はい、まあ言ったらこのソウスケ、相手方のソウスケに関してはですね、まああんまりよくわからないというか、こういう含みがありますよっていう見せ方だったんだけど、三つみさんに関して言うなら、まあ三つみの入学式の朝から始まって、まあね、授業が始まる日の朝で終わったっていう形、最初三つみの自分語りから始めて、私はこういう人です、こういうことをします、こういう生活が始まります、言わせておいて全部を順番にこうひっくり返していくね、構成で面白かったなと思います。まあ、プロフィールとしましては石川県からね、出てきてですね、まあ地元のために頑張るぞってね、勢いよくやってくるんだけど、東京に揉まれてね、はい、失敗もいっぱいしてしまう、ね、でも前途多難だけど前向きに私は頑張りますってね、構成になっています。で、彼女自身そこに嘘はないと思うんですけど、ね、ちゃんと後ろ側からひっくり返っていくんですよね。ここが見事で、その、まあ、最初の時から言ったら幼馴染のふみちゃんっていうのがよく頻繁に電話をしてくるわけですよ。で、三つ見視点で言うならふみちゃんはいろいろと心配事があるから私がね、相談に乗ってあげないとっていう気持ちで聞いてるわけですね。だから入学式の時の話も、私も話しかけられたんだけどうまく話せなかったみたいな失敗談からふみちゃんは入ってるわけですよね。で、これって言ったら本当に心配で話しかけてきてるんじゃなくて、そう、ふみちゃんは心配性じゃない、私が外になってあげないとと思ってんだけど、これは逆に三つ見の様子がどうだったかを探ってるくれてるんですよね。探ってるって言い方があんまりなんですけど、はい、だからその家族には弱音吐けないからね、ふみちゃんに様子を聞いてた家族がいて、でふみちゃんもちゃんとその日のうちに、まあ三つ見の家族に報告しに行くと。勉強はあの子はできるけど、それ以外はね、いろいろとずれてるからっていう ね、天然な部分があるからっていうところで、昔から家族に心配はされていたわけですよ。で、このあたりを含めて言うと、本当に三つ見っていうのは勉強はできるからこそね、周りからそこはちゃんと褒められてですね、そして失敗はあるんだけど、大抵の失敗は多分ね、ノーカウントにしてきたんでしょう。そういった形でめちゃくちゃその自己評価高くてね、前向きなんですよ。このね、エネルギーを見ていると楽しくなってきますよね。うん、オープニングの部分、オープニング入るイントロ僕めちゃくちゃ好きで、これ。はい。なんか知らんけど主人公が窓を開けて外に出るわけじゃないですか。で、これって大抵の場合、主人公が、まあ、その新しい生活が始まるから、この東京での生活に思いを馳せて、ね、よし、これから東京での生活頑張るぞって言って、大抵の場合は、東京の街並みに向かってやるぞってやっていう、頑張るぞっていう、そういう絵作りだと思うんですけど、そうじゃないんですよね。このオープニングの前のイントロって、多分これ窓から外に出たのは、ベランダの外に出たのは何でかっていうと、これインカメでふみちゃんに多分ブレザーの服装を見せてって言われた時に、部屋の中だと光量が足りなくて見えにくいからベランダに出たんですよ。だから三つ見が東京に向き合う、向かい合うね、その風を感じるためのきっかけを与えてるのは初っ端からこれふみちゃんなんですよね。で、三つ見の服装が決まってるって言いながらも、ちゃんと多分チェックしてくれてるんでしょ、なんか抜けてないかね、チェックしてくれつつね、じゃあ私も行くねってね、三つ見の方が大丈夫そうなんで安心してね、出発したわけで、ね、つまりこれ三つ見が寝坊とかしないかどうかのチェック兼ねて電話してくれてるっていうところまでがね、見えてくるのがね、やっぱ構造として面白いし、でその後に、まあ三つ見は東京の風を感じてね、よし頑張るぞというわけなんですけど、でも東京に向かって頑張るぞっていうわけではなくね、はい、我々視聴者に向けて頑張るぞって言ってる絵面になってるのがまた面白くて、これ実際この我々の場所に誰かいるわけじゃないから、三つ見がその向かい合って頑張るぞって言ってるのって自分の部屋に向けてね、言ってるわけで、まあ風吹いてきた風を、まあ自分の背中からね感じる追い風にね、していってる絵面になっていて、まあなんというかその東京に夢いっぱいっていうよりは、なんかちょっとずれてる感じのユーモラスな子やなという、見え方がするので、今イントロ見返すとちょっと最初と印象が変わってきてね、なかなかに面白かったと思います。そんなわけでね、優秀でね、バリバリやる気満々でね、その期待に胸いっぱいというよりは不安も緊張も多分あるんだと思うんですけど、その辺よりもね、前に進む、そういった力強さを感じてる、でもどっかずれてるってね、作りで良かったと思います。だから毎回ね、もう私はもう失敗なんか一度もしないと、完璧な人生設計があるからって言って快速急行に乗っていくね、このオチのつけ方ですよ。
で落ち着けながらストーリーが進行しててキャラクターの深掘りもにもなってるっていうところがすごくいいですね。あのストーリーの進行の中にちゃんとギャグが入ってる。でそのギャグ自身は主人公のそのパーソナリティとかキャラクターとかの深掘りになってるの3つを結構綺麗に同時進行するんですよね。で入学式のまあ主席として挨拶をするシーンともそうですね、うん、話は進んでいて、ソウスケにとってのね、ちょっと小さなショックの出来事が起きるっていうところの一番シーンにはなってるんだけど、でもその中でもですね、しっかりとその三海自身の能力を見せつけつつ先生側視点で言うと一回もまばたきをしてない三海がね、ちょっと怖いなって思えるね逆にもなってる、よかったと思います、なんだかんだでね、これはなかなかに愛せるキャラクター、うん、本人にその気がなくても一生懸命で愛嬌があるところがね、いいなと思いました、うん、でも最初にも言ったんですけど、やっぱり三海の顔がなんかあんまりキラキラしてない感じの、あの顔だからこそめちゃくちゃ表情豊かでね、あの漫画って大抵透明だから我々その読者がその画面画面でどういうことをしてたんだなっていうところをその脳内でつなぐんですけど、アニメーションって綺麗な顔っていうのはあれなんですけど、整った顔をキャラクターにさせるとやっぱそこは表情の限界というか不自然さがね、出てくるんですけど、それがねぬるぬる動くアニメーションかつこのその表情の変化を楽しめるね、構成になってる三海さんっていうのはね、これはねアニメとして見ていったらねどん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 ね、魅力が増していくんじゃないかなというふうに、思われますので、はい、淡白な顔してるなと思ったんですけどね、これはねめちゃくちゃいい顔ですよ、いいデザインですよ、はい、最初自信満々でやっていたんだけど実際はいろんな人が心配してね、心配されてされて、東京にねやってきたんだよっていうところがね、非常に可愛らしかったと思います、今後のね活躍に期待だと思いますね。そしてソウスケですよ。あの言葉としてはあまり彼の説明はされてないんだけど、ね、演出としてもですねちょっとした手がかりとしても深掘りしていくとねめちゃくちゃいろんな情報がね、もたらされたかなというふうに思います、特にねその東京に出てきて苦難の道ではあるのに三海さんがタフすぎるせいで彼が言ったらこう闇成分というかね、闇の部分みたいなところをね補ってくる構成になってたのはね見事だと思いましたね。ちょっとね、三海が強すぎる部分はあるんですけど、まあ、単純に彼はね、優しくて爽やかで、で、まあ、言ったら面倒見も良くてね。で、ちょっと不真面目な形だったんだけど、三海と出会ってですね、はい、何かこう楽しい、学園生活が始まるんじゃないかと感じるっぽくね、表向きは書かれていますし、三海視点で言うならね、そこで間違いなく、ね、そういった性格なんですけど、これで、ね、なんかね、その愛嬌があって余裕がありそうに見えるんだけど、三海からね。ね、でもこれは、まあ、視聴者的には、どちらかというと、無気力で自暴自棄で、ね、そんな印象がね、ちゃんと表裏一体に書かれていました。だから中学校の友達と会ってもですね、その高偏差値校はどうだって言われてもですね、あんまりお前はやる気がないやつだよなっていう前提で話をしていて、で、初めもそうなんですよね。朝の自分、その始まる前のシーンすごく好きで、桜が舞っていて、まあワクワクの入学式でみんな身だしなみを整えるわけですよ。うん、高校デビューだからね、そう、ワクワクがあって髪型なんかもちゃんと整えて、もちろんね、まあ三海さんもですねそのパンダのね、髪留めと一緒にですね服装を整えて向かっているわけですよ、そんな状態なんだけど、まあ彼はやる気がなくて、ね、寝坊してですねもう遅刻する気満々でのんびりやっているわけですよ、そんな感じのこう不真面目さみたいなものがあって、それはちょっとどこか自暴自棄な闇部分をね、感じずにはいられない方と思います。あのねその遅刻してきたじゃないですか。で、先生に対してもまあニコニコしてたんだけど、彼の表情がほって変わったところがあって、これがまあ主席で三海が出ていったとこなんですよね。でこれ多分彼の中の小さな失望だったんじゃないかなと個人的には思いますね。まあ、つまりあのサボり仲間を見つけてね、面白い女に出会ったわと思っとったんだけど、実はね、真面目な優等生側の人間だったんだって知ってしまって、だから主席かーいって言うんですよね、彼の、その心の声の中で。これってちょっと毒というか失望というか悲しみみたいな負の感情をね、感じる部分ですよ。
ヘボヘボで弱弱のその女の子やと思っとったら実は優秀やったんかいっていうギャグには確かになってるんだけど、なあ、このその中にはちょっと彼の演技というかね、表情というか、あのシチュエーション的にも彼の失望が垣間見える形になってて、この辺もね、やっぱりアニメだからこそ深く感じるんじゃないかと。漫画のコマで書かれてもそんな風にはあまり見えないんじゃないかと思います。ね、彼の失望を感じたし、その上で、まあ、三海の言葉が彼には刺さったからこそね、表情が変わっていったのかなというふうに思うとですね、この出会いはすごいいい出会いだったんでしょう、お互いにとって。三海は行くときに別にね、サボってもいいじゃないみたいな、遅刻してもいいじゃない、そんなことぐらいのことを宗介は言っててね、自分は不真面目なやつだしやる気もなかったんだけど、でも三海にとっては非常に大事なことで、三海は宗介に八つ当たりしてしまったことをね、すごくこう罪悪感を感じてはいたんだけど、宗介は宗介で、あ、そっか、この人にとってはめちゃくちゃ大事なことだったんだなって、まあ主席だからそうだし、本当にそのこの高校生活に思いを乗せてねやってきた人なんだなってことが後で分かったからこそ、その三海の評価がまた変わった、反転したんじゃないかと思われますので、これ宗介の中でね、三海の評価がね、多分この1日の中で4回か5回反転してるんですよ。これがなかなかに面白くて、でまあ演出としてはね、もうそんなに自分は寝坊して遅く行くつもりなかったのにね、もう走るのもそんなに苦手でね、ヘロヘロになってる三海が必死で、走ってる様子を見てですよ、ついなんか自分も背中を追いたくなってしまって、の最初は言ったらね、そのひよこが後ろついてくるみたいにエスコートしてる気だったんですよね、彼はね。でもいつの間にかその三海の後を追う形になっていて、だんだん彼のテンションも上がっていくっていうところのね、この絵作りね、面白かったね。でだんだんその画面が花びらで埋まっていく形ね、よかったと思います。いや、このね、なんか入学式の描写って、なんか遅刻してきて男の子と出会って、ただ登校しただけなのに、この中でもう宗介の心が結構いろいろと切り替わっていったっていうところがね、見えてね、面白かった。ね、結果、三海と出会ったことで、まあ中学校のね、頃の友達、多分そんなに勉強に真面目じゃない友達、ね、ある意味不良的でもあるんでしょう。ね、夜遅くまでね、カラオケとか行ってる系の子たちだったんだと思うんですけど、まあ宗介はね、早々に帰ったと思います。あのグループで多分そのままボーリングとかカラオケとか行ってね、で寝坊して学校に行くみたいな、そういう集団だったのかもしれませんので、はい、そこは宗介にとって意識が変わったと、三海の影響で変わったんだろうと、いうところで次の日を楽しみにしてると。で一方三海は次の日がね、気になりすぎて、自己紹介を考えすぎて寝坊してですね、顔がめちゃくちゃ険しくなってしまうっていうね。いや確かにそのこの表情だったら、いろんな表情の ねデザインだったら、このいろんな表情のねレパートリーはあるけどね、まあ言ったら変顔が一番映えるんだろうなという、ところがなくはないですけど、ともあれね、なんか自分はいろんな表情も見られるので、なんかこの2人の出会いって本当に素敵な出会いを、したよなというふうには思いましたね。いや2人の関係どうなっていくのかすごく見たいし、続きが気になる、そんな感じです。そんなわけで、まあ第1話のね、新学期のスタートとしましては、まあ結構魅力的なキャラクターたちに支えられながらもですね、三海と宗介の出会い、主に三海についてのね、説明、どんなキャラクターでどう思っとってね、どんなおもろい部分があるんやろっていうところが、示される回にはなってたと思います。で個人的にまあちょっとピリッとしていた部分の書き方の良さは良かったなと思っていたのが、このミカちゃんですかね、江頭ミカちゃん、最初はちょっと、まあ言ったら三海のことをスルーし気味だったように見えていたんだけど、宗介と繋がったことによって連絡先を交換しようって言ってくる。まあ視聴者的に言ったらだいぶ印象がね、まあ不穏に見える部分ですよね。悪意がなかったとしてもそこはあまり印象が良くない、形にはなってると思うんですけど、この辺がね、細かいのよ。クラスの女子がやっぱり宗介のことを意識しとって、それはそれぞれが普通にねしているんだけど意識しとってね、三海には気づかないところで、宗介が三海と友達になろうって言った、なろうよって言った時にですね、やっぱクラスの中で緊張感走るんですよ。全員の表情が変わるんですよねピクって肩が動いてね、ここのリアリティちょっと面白かったですし、だからこそその後の三海の描写っていうのも不本に確実に、見える部分ですよ。まあまあこれどういうつもりかとか、どういう風に関わってくるのかとか、次回以降だとは思うんですけど、救いポイントとしましては、三海は気にしてないっていうところがね、やっぱね、こいつ強い
自己評価が高いだけじゃなくて、いろいろと足りない部分があって、抜けてる部分があるからこそ強いですね。そんな形にはなってます。いわゆるラブコメとかの、その主人公とかが運命の相手と出会う前の段階で、同性の友人とかが普通は先についてるのってこの印象でしょうね。なんか美女とか、ね、イケメンとかと主人公が知り合ってね、仲良くなった後に寄ってきた友達って、なんとなく打算があるように見えてしまうじゃないですか。だからこそね、ラブコメ主人公の、まあ言ったら友人っていうのは、ね、運命の出会いを果たす前から大抵の場合はそこにいることが多いみたいな、見え方ができると思いますけど、まあこれの逆をしたことによって、まあ今回はミカちゃんの印象はだいぶ下がった、形になっていて、ちょっと面白かったですし、で、彼女がどう動くかは分かんないですけど、なんかまあ三海さんは普通に気にせずスルーしそうな気がしなくはない。とこですね、もしくは、そういった行動に対して宗介がですね、まあ穏やかなだけじゃない一面を見せるのも、ありだと思いますし、逆に他のクラスメートとつながりができるためのきっかけになるかもしれません。まだ見ぬクラスメートですね。はい。そんなわけでね、基本的にね、なんか三海がタフそうなんでね、安心して見ていけるっていうね。そう。やっぱりクラス、新しい学校生活っていうところにはね、ピリッとした部分も入ってるし、緊張や不安なんかもあるんですけどね。ね、楽しく見ていけそうなね、土台が書かれてね、よかったと思います。基本的にギャグテイストで楽しく笑いをね、交えて進めてくれてるのも良かったと思いますし、やっぱりこう三海の動きというかね、ぬるぬるしたヘロヘロしたね、ふわふわしたね、そういった部分もね見ていて楽しい、そんな演出にはなっていましたので、はい、これは自分はちょっと次回以降のね、江頭さんの動きなんかに注目していきたいと思いますし、ある程度緊張感を持って見れるんだけど安心感もあるっていうね、面白い一話になっていたなというふうには思います。最後までご視聴ありがとうございました。スキップとローファーの紹介と1話の感想や注目ポイントの共有をさせていただきました。皆さんのね、三海宗介ミカの印象なんかもまた教えていただけると嬉しいと思います。原作もね、無料公開されていますし、まあ1話に関しても無料配信がね、タイムリーな人ならチェックできると思います。今ちょっと見返してみると印象変わりますよ、2週目は。はい。そんなわけでですね、まあこのチャンネルでは僕が楽しんでる作品に主にスポットを当てて、作品を好きな人と一緒にね、満足度上げていこうだとかね、気づくとみんなで楽しめる要素をね、みんなでね、発掘していこうみたいな感じでね、動画やライブなんかを発信してますので、今後もまたお付き合いいただければ幸いです。ね、まあチャンネル登録とかはお任せしますが、2話についてはね、まあ今後も発信していきたいなと思っていますので、お付き合いいただければ幸いです。それではまた次の動画で、遠山徹でした。